もめた。はいはいはい、かもめた。きついな、訓練だってのにな。3番隊のやつら、マジに。君、アルベド族だろ。どうして赤城隊の試験を？アルベドだってスピラを守りたいって。本当は討伐隊に入りたかったけど、俺らは仲間外れだからね。それにこういう武器なら俺らの出番だ。これね、老師が許可してもみんな受け入れるかな。無駄口を叩くな、報告されるぞ。僕はバラライ、ベベルの出だ。君は？俺のせいだな。アルベドになんか名前を教えないってやつ多いんだ。ヌージだ。あの俺、アルベド族のキップル。君は？諦めるな。誰が？どう攻める？お先にどうぞ。ビビってんの？バーン！余計なことを。ブージ、噂は聞いています。あなたは死に場所を探していると。マジかよ。なかなか死ねないんだ。ヤギアも今も戦いを投げて死ぬ気でしたね。よく見ている。最高の記録屋だな。あなたは最高の兵士でした。討伐隊は不死身のヌージを決して忘れないでしょう。なのに。俺の命だ、好きにするさ。ルージ。未編セッションってどう思う？あの兵器ならいけるんじゃねえの？そんなにすごいのかい？シンスラ倒す機械の兵器か。少し怖いな。機械ってこだわるなよ。使い方間違えなきゃいいんだよ。シンを倒せば凪説だ。何してみます？想像できないよ。退屈そうだな。退屈だって言いながら死に場所を探すのかな、ヌージは。じゃあよ、ヌージが退屈しないように3人で遊ぶか。ガキ。君も一緒にどう？最後の演習だ。この奥には何かがいる。危険な存在らしいが情報はない。そいつを倒せと。まずは調査だ。奥まで探れ。何を見たのか報告してもらう。生きて戻った者を合格とする。晴れて赤城隊の一員だ。はっ！人数分の武器はない。
自分の武器を勝ち取るのも訓練のうちだ。赤城隊員選抜最終演習始め。確かに危険な存在だな。そいつの仕業ってか、マジか。確かめて戻れば合格だ。僕は降りる。候補者同士で殺し合いなんて。報告を聞こう。中に入ったらすぐ殺し合いになった。多分現行のせいだ。
僕たちの体にも原稿がまとわりついて、あれが見えた。不思議な幻だった。整理して話せ。機械です。とても大きな、低くうなって震えて、あんなの見たこともねえ。幻が見えたら妙な気分に襲われた。怒り、恐怖、後悔、それに絶望だ。僕もだ。理由はわからないけれど悲しくなった。ああ誰かの気持ちがそのまま俺の心に入ってきたみたいだった。誰か？誰だというのだ？報告は以上だな。直ちに討伐隊司令部に向かえ。作戦終了まで老師をお守りするのだ。それが赤城隊員としての初仕事になる。俺ら合格か？もちろんだと。よかったな。みんな逃げて。貴様。無事で何よりだ。怒ってない？どうして？私のせいで死ねなかった。一つ貸しだな。どうして僕らと一緒に？あんたたちが何を見たのか私も知りたい。俺らも全然分かってねえよ。でもいつか解き明かす。その時は君にも話すよ。さて、俺たちが生きていると知ったら老師は喜ばないだろうな。三人一緒にいるのはまずい。ばらけるかい。それが賢明だね。もう仕事は終わりだろ。いつまで取ってるんだよ。記念撮影。